はい、ヒロンです。今回からポケットモンスターサファイアで、ライワードのカービィで、シナリオをクリアする実況プレイやっていきたいと思います。あ、はい、そうですね。電池切れてます。はい。じゃあ、最初から始めましょう。では、リメイク後のオメガルビー、アルファサファイア、ではなんかポケナビーかな。このシーンが出てきましたね。はい、はい、言われてますね。はい、ルリリーですね。水タイプに見えるけどノーマルタイプなんですよね。あ、この時代はフェアリータイプないので、はいはい、おだまふやかし気になるよな。後の作品にも出てこないんだな、そんなに。まあ僕は過去のライバル実況シリーズでは全員女の子ですね。女の子にしましょう。選びましょうか。はいはい、これはリメイク後のアルファサファイアの実況の時は同じ名前にしております。まあ、デフォルトネームの、ハルカでも良かったんですけど、まあ、ここは、僕のこのシリーズの実況は、もう、パッケージの名前で統一するって決めてるので、はい。なんでこんな引っ越しのさ、車に乗せられてんねんやろ。まあ、ええねんけど、なんで一緒に、なんでママ一緒に来おへんかったんやろ。だから今考えたらすごいツッコミどころじゃないねんけど。懐かしいなぁ。はい。そうですね。おう。マジか。鳴き声一緒なのか統一点よくわかんないんですけど、はい。ゲーム、あー、時代だな、時代だな。僕は今、Wii に繋いでるんですけど、はい、傷薬をやって、はいはいはい。イチロタウンからの、トキタウンからの、高架からの、まあまあまあ、いろいろあっての、ワッピョンリングですね。どんな番組なのか気になる。うわぁ、押し戻された。もう電気切れてんのに。僕が撮ってる時間に合わせますか、一応。あんま意味ないねんけどな。はい、この時間で。まあ、と言いつつ、ここは別に何もしなくていいんですけど。何ですか？豪華のジム。ほうほうほう。あ、オープニングの人ね。お隣さんなんですね。はい。はい。あ、ちょっと不法侵入しちゃいましたけど、
社員を鳴らさず、ぶちつけな態度を取ってしまい申し訳ございません。はいはい、行きましょう。はい、あー、そうなんですよね。その主人公のお父さんはジムリーダーなんですよね。あ、はい、あ、お願いします。ついでに捕まえてください。お願いします。逃げられた。あ、一緒か。おう、はい、これはもうどの世代も統一ですね。はい、そこから動かないんですよね。いいんですけど。あ、まあ、あんまり研究者が向いてるのか向いてないのかよくわかんないですけど。はい、あ、出た。科学の力ってしびれるおじさん。あ、家庭をあんまり顧みないタイプか。はい、後ろタウンね。御の字に、白で見白かな。研究所だけど。まあ、博士は基本的に研究所にはいないでおなじみですからね、最初は。はい。まあ、ポケモンリーグからメールは来てないんですね。行きましょう。で、リメイク後の、アルマサファイアのライバー実況をやったのに、なんでこれをリメイク前のやつをやろうと思ったかというと、まあ、ちょっと話しておきましょう。おう。どうした？うわ、追いかけられてる。こっちに何も追いかけられてる。まあ、でもリメイク前と一緒ですね。リメイク動か。すいません。で、どれにしようかなーって話なんですけど、これは決めてます。今回はアチャムにしましょう。まあ、前回っていうか、リメイク後のアルファサファイアの時は、水五郎を選んで、あとは配信のアチャモを、別ロック化に引っ張ってきたんですけど、まあ、このアルファ、ルビーサファー時代の、この、ハルカちゃんっていうのを、主人公的にはアチャモの最初に選ぶのが合ってるかなと思ったんで、ここまで最初からアチャモを引きました。まあまあ前回と一緒っていうのもね、なんか、あんまり変わり張りしないかなと思ったんで。まあ、じゃあなんでキモリを選ばないんだって話ですけど、あんまりキモリのイメージがあんまないからです。はるかに。あ、そうですか。なんで戻せなかったんだろうな。ジムリーダーなの。子供やのに。まあまあ、教育方針は、それぞれ違うからな。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。いつも通り、先輩どうですね。大丈夫です。はい、いや、大丈夫かな。まあ、これは背後を押さないと永遠に進まないやつですよね。わかります。はい。で、なんで、リメイク前のやつを改めてライバルパーティーで実況をやろうかと思ったかというと、はい、次回作のパールバージョンを実況したんですよ。で、実況の直後ぐらいに
ガイパリメイクの発売来まして、それで大パが、ちょっとどっちも実況する予定にしたので、まあじゃあこのパ、ルビサファもどっちもライバル実況やろうかなっていう感じでやってまして、傷薬をさらっともらいました。はい、まあ大パリメイクね、このこれ撮ってる時点ではまだ発売してなくて、まあ楽しみだなって感じですね。だから大パリメイクの発売記念でやってるって感じですね。まあポケモンセンター見ていこうか。はい、そうですね、はい、で、まあそうですね、はい、で、基本的には、原作ではリメイク後のオーラスのやつとほぼ、ちょっとかぶ、手持ちはね、一部かぶ、まあ、ボタン系をはじめ一部かぶってしまうパターンかもしれないんですけど、まあ、できるだけね、オーラスの時とあんまり手持ち、まあ、一応ライバル縛りっていうのは一緒なんですけど、あんまりかぶらないようにはしようかなとは思ってます。まあオーラスはね、第6世代のポケモンとかが出てくるので、まあ、その第6戦で出てきたポケモンは、まあ、当然ルビサファでは出てこないので、それは使わないなら使えないのは当然として、まあ、できればこのルビサファ、まあ、エメラルド基準で選んでいこうかなと思います、気持ちはね。はい、行ってごろ。まあ、前作では味方だったんですけど、今回ちょっと気になりました。まあ、こいつは高いからな、このところ。素早さ低いから、ちょっと負けても変わらんのかな、前回。キングルームに行くの。レベル上げを一切しなかったので、めちゃくちゃ追い込まれてるんですけども、まあちゃんとレベル上げをしていたら傷口使うことなく割と余裕で勝てるんですけど、まあ私もね、世代と違いまして、最初御三家ね、最初あんまり覚えてない、まあ、タイプ1技は覚えてないんです。はい、おう、戻りますか。で、まあ、さっきやったんですけど、傷薬をくれる人は赤緑でも出てきましたね。はい、こうやってジャンプすれば戻れます、楽にね。草むらを経由せずに終わります。戻って、あ、自動で動くんだ。おう、おう、なのにレベル5なの、ちょっと弱すぎないですか。それか、はるかのバトルセンスがありすぎるのか、わかんないですけど。
ゆうきくん泣いていいと思います。はい、ありがとうございます。いや、さっき言って、ポチエナに追いかけ回されてましたけど、じゃあ、行こう。まあ、金銀恒例の、お母さんに何の、報告も連絡もせず、勝手に先に進もうとしている子供を先に勝手に引き止める流れをやりました。はい。あー、ランニングシューズ結構早めにもらえるんですね。まあ、ファイアレッド、リーフグリーンでは、結構、イビジブ攻略後にもらえるので、結構最初の方にもらえるんだっていう感じにはなってますけど、ちょっと回復させようかな。理由ついてるし。はい、じゃあ、時間的にまだ余裕あるので、ちょっと先に進みましょうか。おお、いきなりジグザグマキッカーフューション、ターボールがあるので使い回りましょう。まあ、縛りプレイ的には、手持ちには入れないって感じですね。まあ、時間関係とかのために一応捕まえたって感じですね。あとは、なんだ、ちょっと言葉は出てこないですけど、じゃあそのままもうさっき行こうか。いた、どうした？いや、ポケモンとさ、あれ間違いないでしょ。この人、おいおい。ポケなんか。ならないから捕まったんか捕まってないかちょっと判断が難しいのであれですけど、あ、はい、あ、初の、ポケモン、まあ、初じゃねえか、さっき勇気でもなかったから、はい、ジグザグマ、ここはもうプレイもいいでしょ。あ、意外と強い。結構来る。はい、また。おっしゃー。いやーって言われましてもね、体力はやばいから周りに気をしたいと思います。なんだっけ、一人少年だと思うんですけど、あれちょっと裏で戦ってちょっと言いたいと思います。はい、あ、木の実ですね、これはね。
アルファサファイアとは結構ストーリーっていうか序盤のレクチャーは全然ないですよね。ちょっとレベル上げをしたいと思います。ああこの技覚えないな。ああさっき行こう。トーカシティか。じゃあ回復をさせたいと思います。ボタンキーによって制服があるから、まあこれは後で後々やろうと思います。まさきさんって言うんですけど、教科書の情報メロ、はい、ツルくんってのがいるんだね。おう、おう、私です。そうか。で、ちょっと戻ろうか。戻って、ちょっとトレーナー、さっき叩かなかったんで、戦いたいと思います。ミニスカート。戦うのもあれやし、はい、
女の子に嫌われるやつやな。虫タイプのポケモンを飼う。序盤虫ポケモンの一角。赤緑でいうところの、なんだっけ、ケダルポジションですね。おお、ようやく木の方覚えた。レベル10なんや。まあ、時間ない、帰れない。もう、1話の時点で、縛りを作るわけにいかんよ。よし、いや十分強なったで。はい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 。じゃあということで今回はここで終わりにしようかなと思います。でここがポケモンジムなんですけど、はい、そうなんですね。はい、ということで次回はパパに会いに行きたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではバイ。